ジョージナ・ベアーはニュージーランドの元政治家。ニュージーランド労働党の一員として1999年11月27日より2007年2月14日までニュージーランド議会議員を務めた。ベアーはトランスジェンダーの人として世界初の国会議員となった。1957年にウェリントンに生まれたベアーは17歳の時女性として カミングアウトし、シドニーに出て、ナイトクラブに勤め、売春を行い、また、ストリップ劇場の踊り子としても活躍した。その当時、4人の男に強姦されたという。1984年には、性別適合手術を受けた。その後、ベイヤーは政治に関心を持ち、1995年に、ウェリントンのカータートン氏の市長選挙に当選し、2000年まで、 職務を務めた。トランスジェンダーとして世界初の市長となった。その後2004年、ニュージーランド国会議員在任中、1993年成立の人権法に基づいて、政治にを理由とする差別を禁止する法律の成立に貢献した。さらに2006年7月には、第1回ワールドアウトゲームズに講演者として参加し、モントリオール宣言の成立に貢献し、 さらにコペンハーゲンで開催された第2回、ワールドアートゲームズにも参加し、政治人による差別禁止や社会的需要を求めて講演した。ありがとうございます。